はい、前回の続きでございます。10万人まであと2万と5000人ぐらいかな。そのためにね、まあそのためじゃなくってですね、プレステ5に移行してですね、いろいろこれアンロックになっちゃっ、あ、ロックされちゃった、アンロックしてあったのにね、ロックされちゃったのにね、こういうのをやろうかなと思って、大学を上げようかなと思ったんだけど、あまり影響してないですね。まあでも、運動施設とか足りないとダメかもしれないけど。とにかく、ちょっと大学をね、久々にやっておりますね。これ立ててるね。学生寮をたくさん立てた方がね、いいんですね。ちょっと失敗したな。学生寮は裏から繋がらないからね。75,000円。船がメロンの種見、種、メロンの種見に見えるね。メロンの種のような船がね、散らばっております。この新しいルートのところにね、船が運ばれていきます。この船が行くのかな？
何やってたんだけど、なんかやろうとしてたのを忘れてしまった。あ、そうだ、大学を建てようかなと思ってたんですよね。建てるか。フェリーノビーバにも作ってあげよう。新しいフェリーノビーバにも ここにもね、お金がないから路線はお金貯まってからだな。
7万円もかかる。7万円か、高いね、高い高い。タッコーン、ゴミが溜まっとる。ゴミ収集増やすか。タッコーン、ゴミ溜まりすぎだよ。しばらくお金がないので何もできません。これはね、材料が足りないって言ってるのかな。原料が足りませんって。もっとね、フェリー乗り場を増やさなくちゃいけないんです。貨物ターミナル、貨物空港ここにあるんだけどね、そっから輸入してくれたらいいんだよな。目の前にさ、でも飛行機は溜まってんだよね。溜まってる分をこのフェリーで持ってきてもらうしかない。この辺に置けたらいいんじゃないかな。この辺に置きたい。あ、でもこう県外だから、県外だから置けないんですね。まあここだったらギリギリ。なんか渋滞しちゃうね。渋滞しちゃうね。うまい具合にこの隙間をね、使えばね、ここに建てられない、雲もない。ここら辺にね。邪魔なんだよ、メッセージみたいなやつが。とは、ここら辺壊したらね、いけるかもしれないけど、でもね、6万円ないとな、ダメだからね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね。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 ちょっと本当にここにできるかどうかが不安なんですよ。こっちのね、地形の問題もある。一旦ちょっとコピーセーブしてですね、ダメだったら元に戻す感じで。
まあ渋滞はねしょうがない、絶対ここは渋滞になります。ちょっと時間が来ちゃったんで、今回ここで終了です。